わ、来てたんですね。はい、やばいです。久しぶりです。おかしくなります。かわいい、めっちゃかわいい。この間来たんですよ、バッサリ。マジですか。はい、それもロングだったんですか。そうです、1週間前に。ショートがめちゃくちゃ似合う。逸材を、はい、リナは、いい、彼女が引っ張ってきました。これやばいです。すげえ。丸いんですね、プレート。丸いっすよ。へー。見えます？まるで本当に指先で、こういうところですかね。はいはい。これショートの。結構難しい、こういうところとか。そう、短めの首に沿わせたいところが。そうなんですよ。いけるんですよ。あのつまむだけで内側に入る。そう、つまむだけでいけるんで、こういけますよね。ちょい、すみません、ちょっと右肩をちょっと下げて、あ、ついちゃった。ストレートだけだったら、なかなかこれが難しかったりするんで。そうですね、そうですね。これで、あれ、モデルさん波巻きしたんで。へぇー、波で。細いね、いいっすね。これめっちゃいいっす。素晴らしい。一つ、ちょっとだけ組み直しますよ。はい、お願いします。オッケーです。ありがとうございます。お願いします。この2人の人を一緒に入れてもらっていいですか。お願いします。僕のチームなんで。あ、そうなんですか。そう、チーム岩さん。これ今僕のブローのメインアシスタントの右腕、うん、イケメンです。あ、まあ、そうですね、イケメンだ。誰かに似てますね。誰か、誰ですか。ガンちゃん、ガンちゃんと福士颯太とめちゃめちゃマジでイケメンのところじゃんね。全国のアシスタント、もう岩さんにつきたいっていうさ、日本のさ美容師さんいっぱいいんだからさ、その人にさ、アシスタントの人に向けてちょっと一言さ。一言じゃあ自分のこと言いにくいからさ、じゃあ俺の凄さを一言お願いしますよ。凄さなんですけど、やっぱ空気感が明るくなるところ。それだけか。分かったよ、ちょっと。人みたいな。なんか俺目立たんやつって言ってんだよ。なんか俺もうちょいない？僕の今カラーリスト、すべてのお客様のカラーを決めているひなさん、マスク取れます？あら、かわいい。みんなでこう、岩さんと仕事した。それはもう飽きたから、もうカラーのやりがいをちょっと、全国にいるじゃん、だってカラーをやりたいアシスタントいるじゃん。岩さんのアシスタント使っていただいて、多分本当にすごい数のお客さんをやらせていただいて、声ちっちゃ。拾えた今声。あ、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。私、あの、アイドルとメンバー、コンサートさせていただいた、国吉と申します。お疲れ様です。ありがとうございます。山内代表、山内代表、ちょっと一言だけ。あ、僕ね、あれですよ。乾杯は、大阪の代表です。藤井が。では、早い、さっさと飲みたいからね。そうですね。あの、皆さん今日はお集まりいただきましてありがとうございます。まあ、今山内からありました通り、あの皆様の、支えありで、しあさってのオープン、無事、進められそうなところまで来れましたので、まあ、まず感謝の思いで、感謝を申し上げます。ありがとうございます。
まあいろんな、業種の方が今日お集まりいただいてますので、特に美容業界、美容師だけで、横で競い合ってとかっていうのではなく、いろんな業種の方と手を取り合ってみんなで、日本の美容業界よりももう一個上の、日本を盛り上げれたらなと、僕自身、代表3人とも思ってますので、しっかりその交流も踏まえながらみんなで、日本の美容業界から、盛り上げられるように盛り上がっていきましょう。では乾杯！乾杯！牛肉を桜の葉っぱで締めて、ローストビーフにしてます。と、ヒオギガイっていう貝があるんですけど、その貝の酢の物と、イチゴの白和え、サワラの酢の物で、あとハマグリのお吸い物ですね。すごい、ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。本当に時代を、こう、引っ張ってく3人、美容の時代を引っ張ってく3人だと思うんで、まず一緒に美容業界に頑張ってくれて頑張りたいと思いますし、頑張ってください。見てます、3人を持ってます。伊勢さんはなんかあんまり面識ないんですけど、まあ、すごいパパっていうのは聞いてて、でも岩さんはもう岩さんからなんか結構なんて言えばいいか分かんない、もうすごい方、カリスマ的な存在で、もう性格も素晴らしい人格者みたいな方で、岩さんは初対面の印象は本当になんだこの人って正直思ってたんですけど、はい、まあ、全然めちゃめちゃ仲良くしていただいて、非常に刺激を毎日もらっております。仲良しの3人で、はい、おめでとうございます。10年前同期で一番最初の美容院の同期、一番多分長いそうで、 DJ も一緒にやっとった。
借りしてお手紙書かせていただいたので緊張してるんですけど読まさせていただきます。トンさん、岩さん、一星さん、これまでお忙しいのに遅くまでいつも本当にありがとうございます。それに加えて一星さんには約1年、トンさんと岩さんにはまだ短期間ですがたくさんのことを教えていただきました。私は美容師さんのことは正直あまり知らなくて一星さんのことも知らずに前の事案に入社させていただいたんですけど一星さんに出会って嫌なことだとか相手に自分から挑戦したりだとか話しかけることで他のことや人からは絶対に学べないことが学べるから嫌なこと相手も全て学びで全てありがとうなんだよっていうのを教えていただきました。で1年間毎日前向きな言葉とか、まあ、人間力技術もたくさん教えていただいたんですけど私の中ではこのお言葉がすごい刺さってて一星さんが独立することを聞いた時絶対ついていけるならついていきたいなって思いました。で岩さんにはどうしたらポジティブになれますかと質問させていただきました。そうするとポジティブのふりをすればいいとお答えをいただきました。岩さんは俺ももともとネガティブだったけどポジティブのふりをするうちに本当にポジティブになったから要もポジティブのふりをすれば本当にポジティブになるからやってみって言ってくださいました。そしてトンさんからはありがたいと思って感謝して感謝で終わらず返すまでするそれって弊社だよねっていうのを教えていただいて全ての関わってくれた人に返社できたらいいよねって教えていただきました。私はもともと本当にすごいネガティブで立ち直りも遅くて正直嫌なことからはすぐ逃げてしまって入社してすぐの時はもうどの先輩も困るぐらい大変な子で頑張れ。そんな自分の中のすごい嫌な部分っていうのが結構たくさんあったんですけどそういうのを全部プラスにいい方向に変えていただいたのがこのお三方のお言葉でこんなに近くでこんなに大きい背中を見させていただいてたくさんのお客様すいませんたくさんのお言葉です、ね、を聞けるのは本当に当たり前じゃなくて本当に幸せだなってすごい毎日思っています。まあ僕一番岩さんにめっちゃ憧れてるんですよ。ガチでこれ本当です。そんくらいやっぱストーカーぐらい見てるんですけど。ありがとうございます。最近のあのストーリーとかのイラストとかあのヒルナンデス出たと思うんですけど出る前のあの岩さんに変えるあのブランディング力とかマジでこうなんですかね美容師の枠を超えて本当スターだなと思って。なんかこう自分プロデュースってあんまり僕やってこなかったんですけど、まあ、本当にこの3人と会ってこうやっぱ自分プロデュースすることすごい大切だなって思ったしなんかすごい尊敬するとこもいっぱいあるので、まあ、今回この岩さんと一緒にいてやっぱその自分プロデュースするのってすごい大切だなって。でそれがその時うまくいった3人がこのアイドルとやっぱオープンさせるってすごいことだなって思いました。でなんか本当にこう美容業界を引っ張る3人にこう一緒に、まあ、ちょっとおこがましいかもしれないですけどまあ共に引っ張っていけるように僕もやっていきたいと思うし、はい、じゃあこの度は本当におめでとうございます。